創価学会員だからって公明党に入れなくてもいい統一教会の人だって自民党に入れなくていい会社勤めをされているとこの候補者この政党を押せというような指示が来るってことですねでも皆さんそんなの無視してください投票所であなたが誰に書いたとしてもそれはバレないんですね応援しときましたということで OK なんですよだってあなたの権利だもんどうして会社からとやかく言われなきゃダメなんですか 逆に言ったら、そういうようなつながりの結果、30年、この国が没落したと思ってます。一人一人の国民が、一人一人の有権者が、自分たちの意思をなかなか表明できなかったり、昔からのつながりだったり、会社の圧力だったり、いろんなもので、自分の意思を表明できないというような状況の中で、選挙が正しく行われていないような部分もあると思います。そこは、勇気を持っていい、たただき 公明党に入れなくてもいいんですよ当然です。統一教会の人だって別に自民党に入れなくていいんですからね。あなたの思う、あなたが考える推しの政党、もしくは候補者にぜひ投票所での秘密、あなたしか知らないということを利用してぜひ投票に出かけていってほしいと思います。例は新選組代表山本太郎